んにちは。スピリチュアルの女神です。あなたも早く彼と深く愛し合いたい。そうですよね。あなたと彼にはツインレイとして覚醒が必要となるでしょう。覚醒にはおおむね以下のような段階があると言われています。1、出会い。あなたと彼は引き寄せ合うように出会います。2、恋愛に発展。あなたと彼は恋に落ちます。付き合うなどします。愛が大きくなる。もっと一緒にいたい、寄り添いたい、一つに重なりたいという思いが強くなります。3、覚醒する。あなたか彼が人生で愛すべき人だという意識が明確になります。おそらくあなたと彼が覚醒する段階は蒸気のようなものです。この段階の中で試練やカルマの解消なども含まれているでしょう。またあなたと彼がせっかく出会えたのに急に疎遠になるという現象もあります。サイレント期間と言われるものです。あなたと彼がサイレント期間に入るのも試練の一つと言えます。お互いの執着心と依存心の試練となるでしょう。自分だけを満たすような自己の欲求を手放すことが鍵です。そしてあなたと彼は試練を越えながら覚醒していきます。覚醒によってあなたと彼の愛はより深くなるでしょう。あなたも彼とそうなることを望んでいますよね。とても素晴らしいことです。愛し合うことがあなたにとってどんなことか、今イメージしてみてください。ツインレイはあなたのイメージを叶えるかもしれないのです。あなただけを愛し、あなただけを守り、あなただけは悲しませない。きっと彼はあなたに対してそう思っていることでしょう。あなたも大きく変わるでしょう。きっとこのような感じです。あなたは彼の愛に満たされます。あなたはそれだけでも幸せを感じますよね。彼はあなたのために一生懸命です。あなたを幸せにするためや生活を向上させるためです。あなたは彼の愛でどんどん美しくなるでしょう。きっとそれは本来あなたが持っていた美しさです。女性らしい、あなたらしい真の美しさ、そうではないでしょうか。どうでしょうか。あなたは今このようなことをイメージしただけでも心がウキウキしてきたはずですね。ツインレイの深い愛はそれを本当に実感させてくれると思います。きっとあなたが感じたものは素晴らしかったですよね。それでいいのです。素晴らしい愛ある生活があなたにきっと訪れるでしょう。あなたはそのために運命のツインレイを求めている、違いますか。私は応援していますし信じています。あなたはきっと彼と一番幸せになれることを、ツインレイの覚醒をした時の対処、ツインレイの男性と出会い覚醒した女性はあらゆる心身の変化を受け入れるためにも無理をせず健康的な日常生活を送りましょう。もし普段から無理な生活を送っており不摂生をしがちであれば、この機会に見直して改善することをお勧めします。それは最終目的の統合を果たすためで、統合の前に起きる困難を乗り越えるためにも欠かせないことです。 1. 睡眠時間をきちんととる。ツインレイと出会い覚醒したことは幸せですが、次の過程へ進むためにも睡眠時間を十分取りましょう。成人の場合6から7時間前後の睡眠時間が目安と言われ、年齢が上がるとともに眠りは浅く睡眠時間が短くなりがちです。いつに眠ると良いとは個人差があるため、はっきりしておらず
朝方夜方は生まれつきのもののため眠りやすい時間帯に必要と感じるだけ眠ればいいでしょう。健康に関する情報にこだわりすぎると自分に合う睡眠時間ではない場合があるため、それまで自然と眠っていた時間を振り返ってそこに合わせるといいです。またどうしても眠れなければ安眠効果が期待されるお香やアロマを焚く、ゆったりとストレッチをする、パソコンやスマホの画面を見ないなど寝る前に対策をとってみましょう。2、健康を維持する。ツインレイの覚醒後、新しい感覚を得て新たな世界からの情報に夢中になるかもしれませんが、体はゆっくりと変化をします。覚醒により心は急に変化をしても、体はまだ追いつけず体調不良が続くこともあるでしょう。覚醒後のツインレイが統合へ至るにはお互いの成長が欠かせず、そのためには安定した心身も不可欠です。そのためにも日頃から健康維持に努めて、多少のことには負けない体づくりを心がけましょう。健康的な体でいれば細胞の正常な働きを維持しやすいので、病気になりにくく、注意力も十分保てるため怪我も防げるでしょう。またあなたの体調不良はツインレイの相手の男性にも伝わるために、彼も同様の体調不良に陥ることがあります。そうならないためにも健康的な生活を心がけたいですね。3、マイナス思考を避ける。心身の疲れがたまるとどうしても考え方もネガティブになりがちで、ツインレイの覚醒により相手のことばかり考えていると睡眠不足からの疲労がたまってしまいます。まず十分な睡眠を確保して体調を整え、それでもマイナス思考になってしまうときはツインレイについて考えることをやめましょう。とはいえあなたの魂の片割れなので、ツインレイの相手を思うことは自分について考えているとも言えます。その場合は自分の趣味に没頭する、思い切り体を動かすなどして一時的に考えることをやめる方法もあります。それでもツインレイの相手について考えてしまうのなら、相手を強く信じていれば大丈夫と思うことです。相手も自分を同じように信じてくれると思うと、ネガティブな気持ちも軽くなるはずです。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。